世界最大級のネイルの祭典東京ネイルエキスポ、今年ももちろん東京都内の特設中継スタジオから生放送で皆さんのもとにお届けをしております。ご案内役の平山と申します。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、このお時間ですが、ネイティフルコンテストの魅力、ネイティフルができるまでと題しましてお届けをしてまいります。ご出演のお二方ご紹介いたしましょう。大会副委員長の金子美幸先生、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして大会実行委員長の木下美穂先生でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、早速なんですけれども、木下先生、金子先生、私手元にこんなものをお持ちしまして、はい、ありがとうございます、はい、会員の方に定期的に送られます JNA の開放誌のネイティフルなんですけれども、このネイティフルという言葉、今回のこのコーナーのタイトルにもなっておりますけれども、改めて初めて今日お聞きになるよという方もいらっしゃるかもしれませんし、 あるいはなんとなく普段使ってるという方もいらっしゃるかもしれませんので、少しご解説というかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。もう何年ぐらい前でしょうね。先生、何年になるだろう。まずね、今お持ちいただいたネイティフルという、うん、商詞なんですけれども、うん、その昔は、ネイルっていうネイルニュース、ネイルニュースっていう、うんうん、タイトルでしたね。タイトルで出してたんですね、うんうん、それもなんか今は隔月、はい、もっと3ヶ月に1回くらいしか出なかった。昔はそうですね、ワンシーズン1回ぐらい、はい、それこそのペーパーをなんかホチキスで留めるような、でも中身は濃い、割とハードな感じで出てたんですけれども、で、ネイティフルはネイル、ネイルとビューティフルを合わせた造語なんですね。じゃあもう日本でというかね、そうなんです、作ったこと、そうなんです、私たち作っちゃいました。なるほど。ネイルがネイリストっていう言葉と一緒、そうそうそう、そんな感じなんですよ、はい、そうです、そうです。ネイルが美しい人を作ろうって、これからたくさん日本から生み出そうで、そういう作る人も生み出そうっていうことで、その掛け合わせでネイティフルになったんですけれども、ただこれはさまざまな生活の中のシチュエーションで、やっぱりヘアスタイル、メイキャップ、ネイル、ファッションっていう風な形でトータルで捉えていきましょうっていうこともね、はい、皆さんありましたよね、はい、うん、でこのネイティフルという言葉をさらにですね、皆さんに発展させて、こうどんどんと広めていこうということで、ネイティフルコンテストも例年行われてますよね、はい、そうですね、はい、なんかネイティフルのコンテストってやっぱりトータルビューティーで、まあ、もともとネイリスト協会が創設の時ね、ネイルのまだアクリルをやれる人たちが本当にいなくって、ね、コンテストのスタートとしてはそのネイルのケアとこのトータルビューティーでネイルを打ち出していこうみたいな、そんな審査してましたよね、うん、先生、ね、はい、はい、さあ、それではですね、ここで皆様にそのネイティフルが出来上がるまでの工程について、VTR に楽しくまとめておりますので、ネイティフル大好きな熱い思いを持ったコンテスターの方たちの、本当すごい、はい、出演された V なんで、いいものができてると思います、はい、はい、ぜひご覧になっていただこうと思います。どうぞご覧ください。ネイティフルというコンテストが例年行われています。ネイルプラスビューティフルでネイティフル、さまざまな生活の中のシチュエーションを美しいネイルで演出する新しいライフスタイルを表現する言葉です。ヘア、メイク、ファッション、ネイルと全身のトータルコーディネートを競う競技なので、とても華やかな一方、その分それぞれの知識、技術や実務経験などを踏まえた感性がとても重要な難易度の高い競技でもあります。ネイティフル競技の参加経験者、中井優さん、殿村雅子さんにお話を伺いました。準備期間もとりあえず当日もめちゃめちゃ大変なんですけど、まあなんでしょう、もうその時は二度とやりたくないって思うんですけどもうめっちゃしんどいし、でもなんか次のテーマが出るとまたなんか考えてしまって、どんなん作りたいかなとかっていうのを考えてしまってしまってというかね、でまたああやりたいなって、いやもうただただ本当に楽しいんで、あやっぱりやろうってなっちゃいます。彼女にそう言わしめるネイティフル、
難易度も高く困難な部分の多いこの競技のどこに惹かれ、なぜ参加するのか、その秘密に迫る。ネイティフルコンテストのテーマが発表されるのがコンテスト開催日のおよそ2ヶ月前。この2ヶ月の間にテーマに合ったイメージとデザイン、衣装・装飾品の準備、モデルさんとのフィッティング、ヘアメイクデザイン、ネイルデザイン、当日に向けての練習などなど、多くのことを行わなければならない。まず制作する上で最も重要かつ初めに行うのが、テーマに合わせイメージを作ること。テーマに合わせてまずカラーのイメージを決めて、で、まあ、そこからデザインが起こしていくんですけど、まあ、JNA さんが挙げていただいたテーマには必ず、まあ、その美しさとは何かっていう、まあ、逆の裏のテーマがあるのかなと思って、まあ、その美しさとは何かっていうところを考えて、まあ、そこから、まあ、人が見て引き込まれるような作品だったりとか、あとはもう何回も見たくなるようなデザインだったりとかを考えています。はい、制作する上で一番大事にしていることは、まずテーマに合った仕上がりにすること、それからモデルさんに合った、メイクだったり衣装だったりっていう色味から形からっていうのを気にしながら、制作していっています。テーマに合ったものを作成しなければコンテストで上位に入ることはありえません。誰もが大事にする部分であることは間違いないのです。イメージが出来上がればそのイメージに合わせ制作に取り掛かります。コンテスト当日の時間内に作成するのは左手のネイル、ミックスメディアアートのみ。衣装、メイク、右手のネイルは競技までに準備しておき、事前仕込み時間内にモデルに施します。すなわち前日までの2ヶ月間にいかに準備できるかがポイントになるのです。ドレスなどの、まあ、衣装のパーツを作るところとか、それから、ネイルのデザインを起こすところ、まず0から1に持っていくっていうところが一番苦労するところです。衣装屋さんとパーツ屋さんを行ったり来たりして、まあ、イメージをそこでちょっとずつ膨らませていって、でそれから、ネイルのデザインを起こすところに行くんですけど、すごい時間かかります。はい、衣装が決まるまで本当に何も手につかないぐらい、最初の衣装選びがすごい時間がかかりますね。殿村さんの場合、衣装に合わせてネイルのデザインを決めていくタイプということで、デザイン全体のベースとなるその衣装選びにどうしても時間がかかり苦労するようです。そして大変なのは制作することだけではありません。制作はめちゃめちゃ楽しいんですけど、まあ、日々サロンワークがあったり、まあ、他の仕事もあったり、あとはまあ家事育児だったりいろいろ生活面があったりする中で、まあ、練習もしないといけないし、衣装も作らないといけないし、まあ、全部をまあ流れよくやっていく時間配分ですね。あとまあ当日までどう完全に仕上げていくかっていう、もう本当時間配分に苦労してます。いよいよコンテスト前日。前日はほとんどセッティングの準備、忘れ物をしないように、あとよく寝れるようにっていうのと、あとまあ最終、もし前日にモデルさんに会えれば最後の通し作業ですね、衣装を着てもらって、でヘアメイクも当日と同じようにさせてもらって、でネイルのチップも一応その場でもつけていただいて、であと、まあ、ボディの、アートとかもするんですけど、それを最後に合わせてっていうのが、まあ、前日とか前々日とかにできれば一番いい流れかなっていうふうに思います。とにかく、まあ、パーツを繊細に作っているので、
まあ、それを壊さないことと右手 もう完全に綺麗に仕上げているので、まあ、そこを壊さないように持っていくっていうところです。コンテスト当日、事前準備の時間は80分、競技時間60分です。でその場で全部をする時間がないので、途中までは仕上げていって、で準備時間中にできる内容をその場でやってっていう。当日は早朝から自宅にモデルさんを呼んで、衣装フィッティング、ヘア、メイク、ボディペイントなどできる部分を準備してから会場に乗り込むというせわしなさ。バタバタです。もちろん会場でもバタバタしてしまう可能性がある。練習の時にしていた通りのセッティングをその当日にするように、こうバタバタしないように、時間内にとにかく終わるように、そのぐちゃぐちゃにならないセッティング、その自分が普段ここにこれを置くよねっていうところにきちんと置いて、時間配分を、まあ、慌てないようにするっていうのが当日の自分の一番気をつけているところです。気遣いは自分だけでなくモデルさんにも向けなくてはいけません。当日は、まあ、自分はもうやるだけなんで、自分以上にモデルさんが一番大変なので、まあ、モデルさんができるだけ本当に負担が少ないように、まあ、事前に緻密に打ち合わせをしながら、まあ、いかにモデルさんに当日楽しんでもらえるかっていうところを重視していて、まあ、本当にモデルさんが楽しんでくれたっていう作品はもう最高の出来上がりになります。お話を伺っていると苦労がとても多いこのネイティフルコンテスト、そもそもなぜ参加するのでしょうか。目標を持って自分を奮い立たせるためなんですけど、コンテストの内容っていろいろあるんですけど、その中でネイティフルっていうのが、私が一番そのお仕事をさせていただくようになってから、自分がやってきたことをこう一番活かせる場なのかなっていうふうに思って、自分も完全な完成っていうのは当日にしか見れないので、まあ、その感動だったりとか達成感だったりとかが、まあ、結局忘れられなくて、もう虜になってしまってます。自分も周りも楽しめるし、楽しませれるし、まあ、感動させられる、させれることができます。全くサロンワークとは関係ないことをやっているようなんですけど、まあ、お客様の提案力につながったりとか、1時間でミックスメディアというものを仕上げるので、まあ、練習時から時間を緻密に考えながら練習をしているので、まあ、そこが急いでるお客様の対応だったりとか、対応できるようになったりとかなので、まあ、サロンワークに全てつながっているなと思うので、まあ、やってきてよかったなと思います。ネイティフルの魅力は、出来上がった時のこうトータルビューティーの美しさとか、あとはステージをこう彩ってくれるモデルさんたちの美しさとか、その辺ですかね。で他の方の作品もこう同時に見れたりするので、そこで刺激を受けたりとか、あこういうアイデアがあったんだっていう、全く発想が違う方のアイデアを見れたりっていうのもとても楽しいです。ネイティフルぜひ参加したいと思います。はい、はい、ネイティフルぜひ参加したいです。はい、ということで取材にご協力くださった中井さんと野村さん、ありがとうございました。いやもう今の映像をご覧いただいて、わあ私も参加してみたいって思われてる方きっとたくさんいらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、そんな方々のために少しお話をお伺いしたいんですが、はい、今のお二人は個人でご参加されていましたけれども、うん、チームでの参加というのも
三堀先生可能なんですよね。もちろんです。今のお二人はそれこそ本当ネイティフル の, エントリーの常連さんというか、もう大好きで毎年参加されるような方 でしかももう学生さんでネイティフルに出たいっていう方を育ててる側の方でもあるんですね、うん、なので、まあ、彼女たちはもう本当プロ中のプロですけれども、プロだけじゃなくて学生さんのためのやっぱりネイティフルっていうのもあって、その方たちはこうチームで、うん、私メイク担当、私モデル担当、私はネイル担当っていう形でエントリーしていただいてますので、まあ、プロになる前にちょっとこう自分たちでそのトータルビューティーとしてコンテストにトライアルできるっていう楽しい競技でもあります、うんうん、なるほど。みゆき先生、このネイティフルコンテスト培ったものってやっぱりこう日々のサロンワークにたくさん活かせるものがありそうですよね、うん、そうですね。やはりサロンのお客様に対しての提案力、そして時間ロスがないように配分する、そして細かなアートを要求されるので、どんなリクエストでも答えられるという、うん、この先ほども申してましたけれども、うん、とっても大切なことがそのできる、その時間内でできるって、うん、お客様がやっぱり喜んでいただける技術に反映できると思います。得るものがたくさんありそうですね、はい、森先生、最後に一言だけ、はい、審査のポイントちょっとだけ教えていただけると。そうですね、うん、やっぱり、まあ、大事なのはもうこのネイティフルトータルビューティー大好きっていう気持ちなんですけど、うん、もう一つ言えばやっぱり我々別プロジェクトで、うん、JNA ネイリスト協会のトレンドをやらせていただいております、うんうん、でそのトレンドを元にしたテーマを毎回ネイティフルでもテーマにさせていただいています。V 中にも出てきましたけれども、協会が提案したそのテーマに沿って作品を作っていただく、ね、これはもうある種先生あれですよね、サロンワークの時のお客様のオーダーと思っていただいて、ね、はい、まあ、それがちょっと考えていただける軸になればいいなって思ってます。ありがとうございます。みゆき先生からも一言、ぜひコンテスタントになられる方々に。そうですね、一人でチャレンジするっていうこともありますし、やはりファッショントータルでヘアメイクネイルまでというところなので、本当に指先まで美しい国を作りましょうで終わるかなって感じですかねありがとうございます。ぜひ皆さんのご参加をお待ち申し上げております、はい、今年はですね、ちょっとまた違った形で学生さんの皆さん方のネイティフルコンテストというのも行われておりますので、はい、ぜひよろしければ表彰式で、はい、楽しみにしております。と思います、はい、さあ、残念ながらお時間の方が、はい、少し押してしまっておりますので、このあたりでこのお時間終了にしたいと思いますが、次は16時から株式会社 TAT 提供の出展者ライブになります。一種ネイリスト対決、冬ネイル一番勝負と題しまして、ご視聴の皆さん方、一般の皆さんからの投票で何か初代の王者が決まるというようなネイリスト対決が見れるコンテンツだそうでございますので、ぜひ楽しみになさっていてください。さあ、ということで駆け足になってしまいましたけれども、このお時間、みゆき先生、みほり先生、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞこの後も東京ネイルエキスポオンライン2021でお楽しみください。